ルッツ・ドンブロースキーはドイツの元陸上競技選手である。彼は1980年に開催されたモスクワオリンピックの男子総幅飛びで金メダルを獲得した。ドンブロースキーは当時の東ドイツを代表する総幅飛び選手でオリンピック前年の1979年にはヨーロッパカップで優勝していた。1980年のモスクワオリンピックは 前年12月にソビエト連邦がアフガニスタンに侵攻したことに対してアメリカ合衆国などの西側諸国がボイコットした。そのためアメリカ合衆国のラリーマイリックスなど西側の有力選手の多くが参加できなかった。男子総幅飛びには32人の選手が出場して7月27日と7月28日に予選と決勝が実施された。 選手たちは2つの組に分かれて予選を競い予選通過基準の7メートル90センチの跳躍に成功した9人を含む上位12人が決勝に進むことになった。ドンブロースキーは予選グループ A 組で8メートル17センチを飛び同じく東ドイツ代表のフランク・パシクト A 組1位を分け合って決勝に勝ち残った。決勝では 5回目の跳躍で8メートル54センチを飛び、パシュクを抑えて金メダルを獲得した。なお、ドンブロースキーのこの記録は2011年の時点でドイツ最高を記録として残り、1968年のメキシコシティオリンピックでアメリカ合衆国のボブ・ビーモンが記録した8メートル90センチに次ぐオリンピック記録だった。2年後の1982年には、 ヨーロッパ陸上競技選手権大会の同種目で優勝した。後に、バーデンビュルテンベルク州の都市シュベビッシュグミュントで体育教師となり、同地のスポーツ競技会の代表を務めている。2003年4月10日には、ドイツの陸上競技殿堂入りを果たした。アスレチックスアットザ1980モスクワサマー、ゲームズ、 メンズロングジャンプクオリファイングラウンド2011年12月30日、閲覧。アスレチックスアットザ1980モスクワサマー、ゲームズ、メンズロングジャンプフィナールラウンド2011年12月30日、閲覧。アスレチックスアットザ1980モスクワサマー、ゲームズ、メンズロングジャンプ2011年12月30日、閲覧。 エウロペアンチャンピオンシップス2011年12月30日閲覧ありがとうございます。